はい、皆さんこんにちは。目だからのんびりフィルムカメラの一人ひろとです。今日はですね、今ちょうど仕事先から帰ってきたんですけれども、私の取引先の、一部門でですね、いろんなものの、整理を請け負っている会社があります。それでそこの店長さんから、もともと私がフィルムカメラ好きだっていうことをお話ししてありましたので、捨てるものの中から、はい、こんなにたくさんの、はい、何が入ってるかまだ全く見てないんですけれども、今ちょうど持ってぶら下げで持ってきてる時なんで、よくわかんないんですけど、何が入っているのかちょっとはこれから、皆さんと一緒に開封をしてみたいと思います。どうもね、こういう新聞紙を新聞紙を引いておかないと、大変なことになりそうですので、ちょっと新聞紙を引いて、何が入っていたのか一緒に皆さんと見ていただこうと思います。まずは何だろう、これは何だろう、ボイスレコーダーですね。まずボイスレコーダー、しかも ボイスレコーダーですね。あ、ボイスレコーダーじゃないや。ボイスレコーダーじゃなくて、ボイスレコーダー本体が入ってなくて、コードだけ入っていました。あ、マイク入ってます。ボイスレコーダーのマイクが入ってますね。マイクはなんか、もしかしたら収録に使えるのかな。それから延長のコードですね。延長コード入ってます。それからこれは、電話のケーブルみたいなものですね。が入ってました。ちょっとこれ、まず、ちょっとずつ置いていきますね。カメラじゃないのは、下の方に置いていこうと思います。ボイスレコーダーですね。ちょっと待って。この CD は多分使えないでしょうね。それからこれは何だろう、これは何だろう、これは何だろう、これは何でしょう、これ何でしょう。おお、これ何か分かる方いらっしゃいますかね。これ何だろう、これはなんかライトみたいですね。ちょっと私使ったことがないんですけど、ライトみたいなもんですね。ライトみたいなもの。おお。それから富士。なんて書いてある？富士フィルム、富士、違うな。富士ックス。富士ックス。HP-M1。ハンディープロジェクターって書いてありますね。ハンディープロジェクターって書いてあります。ちょっとこれ私また調べてみたいと思います。ハンディープロジェクターですね。次が、おお、おお、セコニックの露出系入ってました。セコニックの露出系ですね、これ。ケースはもうボロボロですね。セコニックの露出系です。ちょっとケースはボロボロですね。はい、セコニックの露出系入ってました。なんかカメラに関係するもの出てきましたね。それから、あ、ストロボですね。3パックの結構大型のストロボですね。オート30SR、これカメラ関連ですね。一応カメラ関連です。それから、これは何でしょうか。これはよいしょ、これはコードだけかな。何かのコードですね。コードですね。オーディオのジャックみたいな感じですね。これちょっとわからないですね。
もうポラロイドは、ポラロイド、ポラロイドですね、ポラロイド。それから、お、これは、これはなんかでっかいストロボっぽいのが入ってますね。でっかいストロボっぽい。東芝マクシマム3500。なんかすごく大きなストロボですね。これ、うん、こんな大きいの初めて見ましたね。それから、おお、つい最近ご紹介した、これ多分何かで組み合わせてつけるんでしょうね。ここに何かあると思うんですけど、アクセサリー集つけるやつみたいな感じですけど、なんかこれだと中途半端ですね。それからこれは何だ、これはおお、これはもしかしたらこれカメラですね。これはカメラだ。富士か400、富士か400出てきました。お、フィルム入ってますよ。これ富士か400フィルム入ってます。で次が、お、なんだこれは。あ、ストロボですね。コンパクトなストロボですね。エースアローって書いてます。エースアロー、これストロボですね。ちょっとなんかすごいものが見えてますよ。今はちょっと一番最後のご紹介しますけど、すごいものが見えてきました。出てきました。これは何だろう。これシェーファーですね。シェーファー、これはちょっとシェーファーですね。これはカメラじゃなかったです。カメラみたいに見えたので撮っておいてくれたんだと思います。それからこれはオリンパスのカメディア、ああそうですね、オリンパスのカメディア、デジカメですね。本当に初期の頃のデジカメです。カメディアですね。この頃のデジカメってどんな写りするんですかね。なんかすごいものが見えてますけど、後でご紹介します。一番最後にしました、します。はい、白馬の、これ多分三脚ですね。あ、そうですね、白馬のコンパクトな三脚出てきました。あ、なかなかおしゃれですね。これ使えますね。これカメラのご紹介の時にくるくる回す回転台に使えそうですね。これは使えますね。次に出てくるのは何でしょうか。カメラですね。これは持ちない、間違いなくカメラです。オリンパスのコンパクトなフィルムなカメラ、イズム220ですので、これリコール出てるカメラだと思います。なのでこれオリンパスでも今だ多分発火の恐れがあるっていうことで、修理に出すと、これ修理してくれる、修理とかね、発火の対策を練ってくれるカメラだと思います。イズムですね。イズム多分これ対象だと思います。イズム220ですね。ということで、すごいもの入ってるんですよ。最後です。これ最後の、これ何だと思いますか。まだ今これから開けるんですけど、このケース見るとすごいもの入ってました。最後にご紹介します。おお、ニコン F、 ニコン F 入ってました。しかもこれ日本光学マークですね。ちょっと待って、シャッター切れるかな。シャッター切れますかね。
お、切れましたね、今。お巻き上げできます。ちょっと、あ、お、これは多分ね、ずっと昔に使われてたもんだと思いますよ。これ、私の感覚だと何十年ぶりに今シャッター切ってるんじゃないのかな。1秒。はい。バルブ。あ、バルブ切れちゃいますね。バルブ切れちゃう。1秒切りますね。ということで、うん、今日はただでカメラまとめていただいたというお話を、動画を作ろうと思っていたんですけども、こんな感じですね。今まさかね、このカメラが再び、今こういう状態ですよね。私の手に渡るとは多分思ってなかったでしょうね。カメラ自体も思ってなかったでしょうし、私もまさかね、見てください、ニコン F。 はい、今日は、私のお知り合いの社長さんのところのですね、一部門の店長さんからいただいてしまいました。ちょっとやばくない？ちょっとやばくない？ちょっとやばいでしょう。おー、カビないですね。これは日本工学ニコール S。あ、C なしですね。もう本当に初期ですね。初期のレンズですね。C なしですね。で、これ製造番号は、658-5300。658-5300。結構初期なんじゃないかな。初期型かな。はい。ということで、カメラが好きだ好きだっていう風に、カメラが趣味だ趣味だっていう風に、いつもいろんなところでね、YouTube もやってるのみんな知ってますので。あ、ファインダーも非常に綺麗ですね。あ、ちょっとすごい綺麗。言ってたらこんなこともあるんですね。はい、今日は取引先の、会社のからいただいた、フィルムカメラ他いっぱいですねの中から最後に出てきましたね、ニコン F。 しかも、日本工学です。はい、という動画を作成しまして、これからこのカメラしっかり、モルトを交換したり整備をして、私の宝としてね、使わせていただこうと思います。はい、今日は、驚きの開封動画ですね。作らせていただきました。ありがとうございました。声が出ない言葉にならない動画になってしまいました。はい、これからもですね、フィルムカメラの話題を提供していきたいと思います。ぜひチャンネル登録並びに通知機能をオンにしていただけると嬉しいです。さよなら。